まこなこです。今回はいつもやっているあのプレイをやっていきたいと思います。まず先にシナリオの条件は上級、なおかつ今回架空姫は出世ありにしています。他はいつもと変わらず。選ぶシナリオは大使両乱。いつものプレイ、それは何かというと女性制限プレイよね。また今回大使 PK でもやっていこうかなと。大使の方ではお市でやってますし、創造の方でも何度かやってますんで、そちら側ご存知の方もいるかと思います。もし興味ある方はそうした動画もご覧ください。そして女性制限、大名井伊直虎かと思いきや、ここでシナリオ大名変更、ここの井伊家井伊直虎から新たに追加されたこの織田信子に変えようかなと、このような感じで決定をやって、国替えとかやっても面白いんだけど、今回はこのままでいきましょう。ではこの織田信子によって果たして女性制限プレイクリアできるのか、やむを得ませんね。やっていきましょう。この志、これは志は織田信長の若い頃の志のうつけの天下、それを選んでいます。ここはちょっとね、男が出てますけれども、当然これらの武将の行く末は定まっていると、このようになっています。このグラフィックは2019年3月14日に追加されたグラフィックとなっています。そして見ていきましょうか。港があると金銭が増える、これ港関連が2つほどプラスのメリットがあるというもの。また兵糧軍馬鉄砲の購入の価格が下がる、だが証券の独占ができなくなる。一方大名自らが出陣すると部隊の士気が上がる、敵より少ない兵数で決戦すると部隊の攻撃力が上がる、また行軍速度も上がる、決戦での部隊の移動速度も上がる、神前の効果が下がる。今回いろんな縛り要素をつけてやりますが、外交関連はやらないのでその点は問題ないでしょう。で縛り要素はもうちょっと画面にね表示しておきますので、そちらご覧ください。だいたいいつものように外交はしないとか、講和は6ヶ月以上経たないとやらないとか、攻められてる時には講和をやらないとか、そんな感じでね、いろんな設定をやっています。あと築城もやらないとかね。また極めつけは無粋なプレイはやらない。では最初にやること、まずちょっと仲間これ入れておいて、これいつまでも残ってると邪魔なんで、ここで武将を追放していきましょう。ここは織田信子以外は2名ほど、まず大名の井伊直虎がどこかにいるはず。あっと、その前に成田海がいますね。成田海と井伊直虎、この2名の武将が配下として加わります。それ以外は追放ことですとなって、さてさて武将、このような編成で織田信子のステータス、その他いろんな設定は最後の方に載せますので、どういう意図でやってるかは改めてそちらの方でご覧ください。ほぼほぼ信長の能力を受け継いでいる、だがステータスに関してはマイナス20をやっています。他の個性、戦法、作戦は全部揃えています。さて人物、織田信長の妹森蘭丸と共にいる兄を見て男嫌いとなる、このため女性のみの世とするため天下を狙う、信長のうつけの逸話は全て信子の行動ということで、信長のね悪い印象は全部信子によってね加えられてしまったという、そういう悲しいお話が。で他井伊直虎、そして成田海、この辺りも全部統率が70代なので弱くはない。武勇も成田海が高いので、だがこの人数でなんとかなるのかというね、そのあたりやっていけたらと思います。勢力、国力は14位、それぐらいかな、特段言うことはないと思う。対名は足軽精錬がある、うつけの天下の効果を全て強化というものもある、それぐらいかな。特段他に鉄砲が強くなるのも多少有効かもしれない。さてこれでやっていけるのかどうか。大使でやった時は武将が確か女性武将5名いる段階でスタートしたので、
そこまで難しくはなかったんだけど、3名でやっていけるかどうかはかなり不安です。さてさてどうなるか、早速やっていきましょう。ではまず最初に商業などはやってしまいましょう。はい。進出、そして歩兵。どうするか、まあ、攻めるとしたら女性武将が多いところ攻めたいんだけれども、そうなると北条か、ここは真田か。真田というと信行のところだったらば本田小松あたりがいてもおかしくないんだけれども、どうなんだろうか。ちょっと武将を見てみましょうか。本田小松いますね。だがセットで見てはいけない人がいるんだけど、ここ本田小松を仲間にして、その後南側取って、里見取って角を少し取るか、もしくはここ北条家を取っていくか、増収院とか他にももう 2,3 名ぐらいいてもおかしくないので、そこら辺を取っていくかの話になります。一方ここ織田家とか長野家はあのばあさんいるんじゃないか、ひょっとしたら。だとしたらちょっと狙ってみるのも面白いと思うんだけど、パッと見は見当たんないかな。赤いテルコいましたね。ここを狙いに行くか。だがこれはもう周囲の状況を見て決めますので、ではまず歩兵とかやっていきましょう。もう序盤一気に攻められるように足軽を雇っていく。そして江戸を拠点として、どうするかな、800ずつ江戸を拠点として攻めていく。攻めるとしたら下側なので岩槻川越あたり、ここら辺に兵数集めましょう。承知しました。川越、あーもうお金がなくなる。これは良くない。ならばこのあたりちょっと整えてから進めていきます。なんとか兵数を3000ぐらい、そして岩槻川越江戸に関しては大量に兵数を置いています。で江戸に信子がいて、いい直虎が川越、岩槻に成田甲斐持ってきましょうか。こんな感じでだいたい編成も終わって、恩賞とりあえずいい直虎与えて、なんとかステータスアップの効果も得られている。続いて開発なんだけれども、開発は敵との境目に準建所か、もしくはなんだけど、いやー今回は扱える武将数も少ないので、どれやればいいんだろう。とりあえず漁村、そして貯水池は作ってしまいましょうか。このあとどうするか。この開発もね、人数限りあるから一気にはできない。というわけで、とりあえず周りの様子見ましょう。では運命がここから始まる。今回多分 PK になってまた内容がね変わってるので、果たしてうまくいけるのかどうかが、あともう一個ここを選んで、もう進出はこれでおしまい。そういえば委任も忘れずにやっておきましょう。商業と農業は忘れた時のことを考えてやっておく。他は今のところ良いかな。配属歩兵も自分でやる、開発も当面は自分でやっていきましょう。でも忘れること考えてカスタムで、とりあえずこの辺りは勝手に立ってもらっても構わない。で撤去はしない。こんな感じで。さて忠誠度上がったので、いい直虎の能力も上がった。まずは農業、労力はたくさんある。古賀御所かなりルビンが多いね。今9月になったので多分周り動く可能性があるんで様子見ていきましょう。そしてうまく隙狙えたらいいんだけど、動く気配ないね。あれ、これ動きがないとどうにもならないかもしんないぞ。最初論議と軍事自動選択、もう選べる人がこれしかいない。これはこれ男だけど武官とかね。
能文館とか家老とか適当に配置されちゃうんでね、ここに関しては早く配下を6名揃えないといつまでも出張ってくることになる。これで表情を終わります。さて最初どうするか。絶好調確率を上げるよりかはまずはこっち側上げていきましょうか。移動速度アップか、兵糧消費減少、投資費用減少、こっち側もまだ選べる。できれば早めに足軽、純粋足軽とか精鋭足軽、ここら辺目指したいので、こっち側はまず頑張ってやっていこうかと思います。ご命令を。さてもう進出しかできなくなってるので、上から順にやっていきましょうか。開発、新たに新設。多分ここら辺広いから今の段階で準研所作ってもあまりね効果が得られないと思う。なので今そこら辺は作らずに、はい、承知しました。ここで貯水池そんな作る必要あるかっていうね問題もありますけど、周りが動かないと話になんないな。あ、動いた。北条が動いた。これどのタイミングで行くか。取り付いた、いや、今、里見が言っている。里見5300、北条8000。ぶつかった段階で行くのがいいのかな。そうして城攻めやってる間に予想を取っていく。では見ていきましょうか。だが、これ自らが下行くと他が攻めてくる可能性あるから。おっと、勝った。里見勝ったな。ちょっとこれは今行かないでいつ行く。少し反応遅れたのはなんだけど、人間50年言ってますね。滅せぬ者なきせいに、ただ時を惜しむ。これより氏康が首を取る。なんだろうな、セリフがもう信長らしくなってるね。多分これ志とセリフリンクしてるのかもしれない。玉縄行きましょう。委任はしない。武将いい直虎しか出てないけども全部出す。でここは部隊数も全部いっていいような気がする。成田海だがあんまり多くすると鉄砲が使えなくなる。勝編集3300がマックス。誰をどうするか。この織田信子は鉄砲使えるんでね、鉄砲配備があるんで。成田海は特段そういうのはない。いい直虎もそういうものがない。ならば信子を少し兵数下げて鉄砲配備で、馬は3300、どっちでもいいけど成田海の方が能力高いから馬つけましょう。ではこれで初戦いきましょうか。果たして勝てるかどうか。また周りが、あ、これ真田家の方がいい。あー、本田小松欲しいのと、こっち側行ってしまうとどうかなっていう気がするけど、北条先に削るか真田家削るか。さすがにここダメか。で北の方、佐竹が織田家を攻めている。とりあえず自らは玉縄行って北条を取ってしまえば大きいんだけど、取れるかどうか。最後小田原城もね残ってるんで。そしてお金がなくなってきた。声巻きをどこかにやりましょうという話。まあ進出する余裕もなくなってきてるんだよね。ここでお金使うべきではないような気がする。300か。開発もじゃあほとんどできなくなってしまった。漁村作っておきましょう。これ今現在この後も、あー、もう農兵、足軽はギリギリか。ギリギリまで行ってるんであれば少し下げて
かしこまった。収入得られるようにしましょう。かしこまった。では引き続き対面使うかな。使えるものがなかった。なんとか里見勝ってもらいたいけど、ちょっと無理っぽいな。あれは玉名は行きましょう。城攻め。もう敵は兵数少ないので、ここ強行で一気に、多分一気に抜けられると思う。今1箇所抜けて、2箇所抜けて、3箇所抜けて、一気に城門まで取り付いた。ここで交渉の手はないかな。24日交渉やるとプラス10日かかりそう。24日でここ集結中は19。これうまく交渉が効くんであれば取れるんでね、たとえここで10日待ったとしても。で逆に必ずもう向こうが間に合うので、その後攻めて来られても別にまた追い返せばいいだけなんで、とりあえず交渉しましょうか。どの道どちらであっても敵と戦う必要が出てくるんで、交渉でうまく応じてくれるんであれば良いんだけど、これどうするかな。これちょこちょこ来るからね、親善だけは受けておきましょうか。これより表情を行います。自ら外交するのはやらない方向でね。さてこのまま、これは家臣は光ってくれないと4ポイントとか2ポイントとかすごく少ないんでね。これで表情、なので早くもう1名女性武将が欲しい。農兵徴用か高速行軍か。農兵徴用の先は特段これといったものはない。大砲とか欲しいな。早めに悪路走破とかになる高速行軍、足軽徴用の方を目指すのもいいけど、まあ、農兵徴用ここ、あ違ったな、こっちか。日殺しの後に砲術、これ交渉有利、あこれ外交交渉か、城内の交渉有利だったらばそっちの方を目指そうかなと思ったけど、ここがここを上げていきましょう。開発歩兵はできない。さてそろそろ交渉来るんじゃないのこれ。あれ交渉は、交渉は。では今回はこの武将編集から新たにキャラクター作っていきたいと思います。今回今2019年3月14日なのですが、そこで新たな絵が追加されています。顔の方追加グラフィック、この織田信長の姿を描いたかのようなこの洋服、このキャラクターを用いてやっていこうかなと。で他の設定ですが、ここら辺は信長のステータスをある程度参考にしつつ若干修正加えていく、そのようにやっていきましょう。では名前なども決めていきます。名前は織田信子、この名前でいきましょう。いかにも信長らしい。そして志ですが、信長と一緒だと天下不武という選択肢もあるのですが、ここに関してはうつけの天下、この信長の若い時代の能力志を設定しましょう。で他に関してですが、他は全部信長のステータスを参考にやっていきます。では人物の設定はこのようになっています。声は音話の方を設定します。この志果たしてみせます。そして能力ですが、これはすべて数字の方は織田信長のステータスのマイナス20とやっています。そして他の個性、戦法、作戦などは信長と同じに設定。続いて血縁ですが、信長と血縁関係にしています。また生没に関しては適当に、今回架空シナリオでやりますので特段年齢は関係なし。そして所在は江戸の方から始めますので、江戸城、ここを設定してます。最後に列伝、織田信長の妹森蘭丸と共にいる兄を見て男嫌いとなる、
このため女性のみの世とするため天下を狙うという話になっていますというようなキャラクターが出来上がりました。多分この部分あげるのは動画の第1話の最後になっていると思いますが、このような感じでゲームを進めています。果たして女性制限でクリアできるのか、この続き興味ありましたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。